さあいかがでございました。本当にあの最後の車をキューッとバックさせるところまたかっていうなんかそんな感じがしましたね。南さんいかがでした。そうですね、やっぱりこの映画を見てますと本当にあの七国のいろんなテクニックが出てきてね、そうです ね、 ねやっぱりね面白いです ね、 ね特にあの車の使い方もうまいし、はい、まあ、この人はもともと乗り物の使い方もございましてね。そうですね、列車だとか ね、 ね飛行機だとかね、そうですね、特に列車は彼が好き、好きみたいですね。大好きですよね、はい、もうイギリス時代から盛んに使ってますもん ね、はい、そうですね。でもあの特にこの作品の場合はの七国シャドウと言われる、はい、先ほど会議が出ました、ね、あれは水のシャドウじゃなかったですね。水のシャドウでございましたけど、はい、とても思いませんけれどもまあ本当にあの特にあのミルクを持って階段上がってくるとかね、はい、後ろに島がこう出てまいりますね、あの島なんていうのは白い恐怖の時のモチーフになってますもんね。そうですね、白い恐怖なんかでもねフォークでねこうずっとね、そう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 、白いナフキン、あのテーブルクロスのところにねやるとか ね、 ね、それからの ああいうふうにあのつまり今、まあ、フォークと申しましたけど、それから今のミルク入りのコップとか、はい、彼はあの小道具の使い方もうまいです ね、 うん、ねあのミルク入りのコップを一つ情報でがどこ入ったのかなどうかな、うん、と悩むところね、そうですね、前ですね、あのキラッと光ってるあの白いコップ、はい、ミルクの入ったコップ、はい、中に豆電球入ってるんですね。そうなんですね、そうですね、後でね知りましたけれども、ね、びっくりしました ね、 で、 すね。でもこういうテクニックはやっぱりあの、うん、映画人の、はい、まさにあのお手本というべきもんでしょう ね、はい、そうですね。ところで、まあ、あのこの作品は、公開当時、はい、ベスト10のベストワンになってるわけですね、はい、そこで南さんの七国映画のベストワンをちょっと聞きたいと思うんですけどね、まあ、ベストワンっていうと難しいでしょうから、はい、この5日間でもお届けした以外の作品でもご自由にちょっと選んでいただこうと、はい、今書いていただいたわけです、はい、ちょっと見せていただきますが、ですね、見知らぬ乗客、はい、マイ、それからダイヤレーモン満世、知りすぎていた男、泥棒のなりき、これ自由不動なんですね、はあはあ、あの全く順序つけられないんです。そうですよね。で例えば北北西に進路を取るとか鳥もちろん大好きなんですけれども、はい、あの多分皆さんも好きじゃないかと思ってちょっと外しましたああそうですか、はいはい、でも皆さんも教えてくださいね。はい、あの皆さんのやっぱりさすがあのソフィティケートされた作品が多いですね私の場合はちょっと見てください、はい、こちらです。はい、北北西に進路を取れ鳥、やっぱりね私通俗的な面白さの作品っていうのものすごく好きなんでつい書いちゃいました。それからお名ですね、これはですねいわゆるあのスリル の、 そのお手本みたいなもんですね、はい、あの鍵の使い方だとかね、はい、シャンペングラーの使い方だとかね、それからあのバグマンの生き様っていうのがね私大変心に残ってるし、はい、まあ、それからあのめまいの彼女ね、はいはい、キムのバッグ、キムのバッグが綺麗で綺麗で、一番綺麗でしたね彼女の伝説、ね、最高ですよね。そしてあの、はい、パラダイム夫人の恋って意外だなと思いの方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、この作品私大変好きでしてね、はい、まあ、法廷劇であって、はい、まあ、一つのは精神的な不倫があって、はい、まあ、あのいろんなものが混ざってるわけでございますけどもね、はい、あの特にあのチャールス・ロートンのうまさね、はい、そうですね、これたまんないですね。アリダ・パリも良かったです。アリダ・パリも良かったです ね、 ね、綺麗だし、ルイ・ジュルダンがね、まあ、登場してきて、ね、まあ、あの四国としてはグレゴリー・ペックじゃなくてローレンス・オルビエでやりたかったっていう話らしいですけどね。あ、まあ、それはともかくとしても、うん、まあ、一本一本が四国の映画っていうのは我々の心にいろんなことを ね、 そうですね、あれしますよね。ですから七国の映画っていうのは何回見てももうちゃんと分かっていてもね、なおかつ面白がらせます ね、 そうですね、私たち嬉しがらせてくれます ね、 そうですね、もうあの本当になんていうんですか、酔ってしまうっていうかね、そういうところがありますね。さてところで、はい、今夜の七国はどこへ出てたんでしょうか。そうですね、これまたねちょっと分かりにくいんですけど ね、 そうですね、後ろ姿なんですよ、はい、あのジョン・フォンテンが車であの街にですね、ミステリー作家のところですかね、会いに行きますよね。その時にね車がスーッと着く前に後ろのところで郵便ポストに何かこう出してるんですね、はい、太ったおじさんが、はい、それが七国なんですよ ね、 すね本当にこの人はね、あのユーモラスですからね、そういうところでちょこっと ね、 ね、今日の映画ってどちらかってユーモアは少ない方ですもん ね、 そ う、 です ね、 ね、でもそういうところでちょっと彼が自分が出ることでちょっと息抜きをさせてくれますね。そうなんですね、はい、それも計算ですねやっぱりね、ただの出たがりじゃないんですね、じゃないですね、うまいもんですね、はい、さて5日間ご覧いただきましたけども、
通してご感想はいかがでした？いや、 やっぱり七国は楽しいと思います。もうまた他の映画もまた見てみたいなと思います。改めてそうですね、はい、何回見てもね、先ほどおっしゃいましたけど、何回見てもものすごく面白い作品ですね、はい、まあ、こういったその七国の素晴らしい技術を継いで、新しい方がどん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 七国以上の作品を作ってほしいなって気がするんですけども、ね、まあ、なかなか難しいでしょうけどもね。そうですね、やはり天才ですね、彼はね。そうですね、まあ、今あのビデオっていうものもありますし、はい、テレビでねこうやってご覧いただくこともできるわけなんでね、はい、本当にあの楽しい時代がやってきてると思うんですが、七国を改めて、5日間にわたって、見つめ直してみたわけでございます。皆さん5日間本当にありがとうございました、ね、こちらこそ楽しいございました。またあのこういう機会がございますんでね、はい、ぜひあのお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。さあ、それではまた次の機会に皆さんともにかかります。ごきげんよう。